2015年8月26日、21時38分。今まで生きてきてすごく衝撃的だった体験すれ。少しに描写あり、俺自身のクズ描写あり、長文胸クソ注意。両親の他界後、別居していた妹が実家で餓死していたこと。その身元確認で、半ミイラ状態の死体を見せられたことがすれたい。妹は昔からちょっとおかしくて、人とのコミュニケーションがうまく取れない子だった。友達もほとんど作れず、いつも一人でいるような感じ。発達障害とか何か原因があったのかもしれないけど、今となってはわからない。成長するにつれ、それは顕著になっていき、高校を中退してからは、家に引きこもりがちになり、たまにバイトに応募したりするも、初日で投げ出して無断欠勤、当然実家に電話がかかってきて、母親が代わりに謝りに行き、退職するなんてこともしばしばだった。家族で何度も将来のことを話し合ったが、心療内科などの受診やカウンセリングは、本人が固くなに拒み。自分は障害者じゃない。危害扱いをするな。と激高するばかり。挙句は30歳を過ぎても。自分は生まれてからずっとこの家で差別されてきた。両親は兄貴のことしか考えていない。だの、実際は両親は妹のわがままや癇癪にかかりきりで、俺はお兄ちゃんなんだからと放置気味だったのだが。母親からいびられて生活してる。父親には昔から虐待され続けてる。などの妄想ばかり主張するようになり、俺も両親も、ほとほと困って生活していた。そうこうしているうちに時が経って、母親は循環器系の持病で亡くなり、俺は仕事の関係で、他県で一人暮らしをしていた。実家には父親と妹が残る形になったが、ほどなくして父親も肺を悪くして入院、そのまま数年、病院暮らしの末に他界した。両親の病気は、本題とは無関係なので割愛。父親が残してくれた遺産は、生前に言われていた通り、弁護士さんを挟んで全て妹へ。遺書も書いてくれていたので、これはスムーズに済んだ。遺産と入っても、相続税非課税程度のもので、預金がわずかと実家の土地か奥のみ。全てを妹に譲ったのは、両親がまだ健在だった頃に。妹は、あれではまともに生きていくことはできないだろう。兄のお前には申し訳ないが、俺たちの残せるものはあいつに渡して、以後は一切関わらずに自分の人生を生きてほしい。と、涙ながらに頭を下げながら言われていたため、俺も妹の面倒を見なくてはいいのなら、と何も不満はなかった。法的拘束力がないのは承知の上で、妹にはこれ以降の俺に対する接触禁止と、どうしても暮らしに困ったら市役所に行き、生活保護などを受けるようにという内容を文書にして伝え、本人も自分の貯金と遺産があるので構わないということで、それ以降疎遠に。それからまたしばらく経った去年、地元の警察から電話があり、近所の通報を受けて、あなたの実家で見つかった遺体が、肉親かどうか確認してほしい。と。俺としては、ああ、やっぱりか、という気持ちしか湧かず、冷淡だと思われるだろうけど、全く同情の念は浮かばないまま身元確認。おじ一家に手伝ってもらい、小さな葬儀をあげ、ご近所には、これまでお騒がせしたお詫びとご報告をした。個人的には複雑な気持ちだったが、家庭事情を知ってるおじたちにも諭され、妹は両親の墓に一緒に入れた。俺は今まで自分の生活で精一杯だったが、家族のことが済んで、ようやく少しだけ余裕が出てきたので、以前から友人として付き合っていた女性と、この度生涯のパートナーとして暮らしていこうと、結婚を前提に今年同棲を始め、来年には入籍予定。もうみそじ後半、アラフォーの世代になってしまったよ。惜しむ楽は、ちゃんとした親孝行ができなかったこと、孫の顔を見せられなかったことなど、心残りはたくさんある。妹の件についても、扶養義務が本来はあったのに見捨てたこと、何かいい方法はなかったのかいまでも考えることがある。妹が亡くなって、発見されて1年が経ったので吐き出し、一人語りの長文ですれ汚し失礼しました。気分を害されたら申し訳ない。別にクズなところはないな。最後に笑って死ねるような人生を送ってやれ。それが亡くなった両親への一番の供養だ。仕方がないね。生きる力に乏しい人間はいる。いくら肉親でも、自分の人生を犠牲にするわけにもいかんだろう。ありがとう、そう言ってもらえると本当にありがたい。パートナーからも、俺に非はないよと言われるが、いざ亡くなると、どれだけの迷惑を被った相手とはいえ、打つ手はあったのではと思ってしまうよ。これからは、人生やり直すつもりで、親に胸を張れるように生きていく、ありがとう。門外漢だし、実際これだけじゃなんとも言えんが、統合失調症とかそれに類するものだろうか。相談者や家族だけではどうにもできなかっただろう。でも、強引にでも見てもらう方法も、難しいかもしれないがあったと思う。
そうすれば、もしかしたら妹さんも改善されたかもしれないし、今あなたが後悔に苛まれることもなかったかもしれない。こういった精神的疾患は、認知度も低ければ理解も得にくい。そんな中、妹さんのためにあなた方は苦労を重ね、疲れてしまったんだろう。それは、妹さんもだろうけどね。あなたの選択は肯定されるものではないけれど、決して否定なんてできるものではない。そんな中、妹さんについて折り合いをつけるのは自分の中でだけだろう。まあ所詮は他人事のたらればだ。不快にさせたら申し訳ない。それと長文失礼。お疲れ様。確かに冷酷と捉えられなくもないけど、文字通り、仕方なかったって印象かな。もうお亡くなりになられているのだし、心にわだかまりがあっても、ご両親のお墓参りのついでにでもいいから手を合わせてあげてください。これから先の多い人生を歩まれることを祈ります。